気毛は、脊椎動物に見られる、動脈と、静脈からなる構造である。これらの血管は、非常に細く、ごく近接して配置されており、内部の血流は互いに逆方向になっている。これは対抗流交換系と呼ばれ、熱、イオン、気体などを血管壁を通して、効率よく交換することができる。レテミロブルは、ラテン語で、驚異的な網、を意味する。 水かきを持つ鳥類では足に肝がある。水かきに向かう動脈血と体に戻る静脈血の間で熱交換を行うことで水かきの温度を外部の温度に近づけ体温が逃げることを防いでいる。ペンギンではフリッパーや鼻腔にも肝がある。魚類では肝を用いて胸に気体を送り込み浮力の調節を行っている。まず、 表の合戦から静脈血中に乳酸が分泌され、pH が低下する。このことで、ヘモグロビンから酸素が有利すると同時に、炭酸水素イオンが二酸化炭素となる。これらの気体は対抗流行関係を通じて、動脈へと拡散し、合戦に戻って、表内に放出される。また、高速で遊泳する魚類では、局所的に筋肉の温度を上げるためにも用いられる。これにより、 代謝率が高まり、長時間にわたって大きな力を発生させることができる。哺乳類では、防水質子球体の輸出細動脈にこの構造があり、腎皮質の高張り性を維持するために重要である。この領域の高張り性のため腎臓の尿細管から水が再吸収され、尿が濃縮されることで水の損失を抑えることができる。死士に血管性の肝を持つ、 哺乳類も多い。これは、死死の温度を下げて、代謝率を落としたり、熱損失を防ぐためのものである。結局性、樹状性、水性の哺乳類では、特に頻繁にこの構造が見られる。水中ではいわゆる潜水反射を起こすため、樹状では枝につかまることで姿勢が制限されるために、このような適応が望ましいものとなっている。特に、樹状を低速で移動する。 生獣ロリスアリクイなどでは肝毛が高度に発達し、血管束と呼ばれる構造となっている。犬、羊など様々な哺乳類の後頭部にも存在し、脳に送る血液、あえぐことで冷やされた血液の間で熱交換を行い、脳を熱から保護する。他には、清掃の温度を下げて生産力を増加させるために用いられているが、これは有体類で特に発達している。 キリンでは、後頭部の網目状の血管により、表面積を増やすことで、首の上下による頭部の血圧変動を吸収している。この構造は対抗流行関係を用いていないが、同じく肝と呼ばれている。古代のイシガレノスは、羊の肝と人の経動脈動を混同し、人の肝には重要な役割があると書き残している。だが、これは、ヤコポベレンガリオダカルピア、 アンドレアスベサリウスによって間違いであると証明された。ありがとうございます。